はい、糸数上跡です。こんな感じですね。史跡糸数上跡、昭和47年の5月15日に国に指定されたそうです。で、玉城アジっていう人が、なんか14世紀前半に築城した、三山分立時代の、なんか初期の頃のなんか 城なんだそうですけども、城自体はもう完全に潰されちゃってます。けど、こんな風にこの城の、城の城壁だけはまだ跡として残ってますけど、この城壁、普通になんかただ岩をなんか積み重ねたなんか自然積み上げと、岩を切り崩してなんかレンガのようにきれいに組み合わせたなんか人工的な積み上げ方、石を採掘なんか両方使ってる、ちょっと珍しいタイプのなんか城壁を持った城ではあるそうです。昔は通って良かったところ、ちょっと通っちゃダメになっちゃいますね。この部分ですね。この部分は自然の石をただ積み上げた部分で、ああいう通り道とかのところは岩をちゃんと細工して積み重ねたと。首里城は全部こういう風になんか綺麗に岩をなんか細工してから積み上げてるパターンなんですけど、古いお城になるとこういう、もうその自然の石をそのまま積み上げた感じのところにしてるそうなんですが、これを両方使ってる城はちょっと珍しいそうです。昔この上登れたんだけどな、通行止め乗ってるから登られへんな。あの上から見ると結構沖縄の全体の、那覇市の方まで見ることができるんですけど、当時は望遠鏡なんかなかったはずですから、多分視力のいい人が登って全体見回して、敵兵とかそういうのをチェックしてたんじゃないかなと、思われますね。で、この裏側、お天気観測所もあるんですけど、こっち側通っていかないとちょっと通れないんで、今日はやめておきますけど、全国にある927箇所のお天気の観測所のうちの1点がこの城の向こう側にあります。登れるやん、ここ登られへんかと思ってたけど、よし。YouTube で嘘を言うんだな。嘘を言うってなんで？登れないって言ってたんけ。いやでも、登れない、登れるとこ3日、ないと思ったけど、あったから。登れないって言ったらみんな、こっちこれ見た人が、登れないって言ってたけど、登れたんだけど、嘘つきじゃないのって思われるやんけ。でもなんかちゃんと言い直してるから大丈夫だ。あそこがお天気の観測所ですね。この下の部分がお天気の観測所があります。で、上から見ると、沖縄の景色全体が見ることができますね。昔はこの上になんかお城も建国して、2階建てだったか3階建てだったか忘れましたけど、その上から見ればさらになんか広い範囲見えたはずなの。昔は望遠鏡、
14世紀には望遠鏡なんかなかったはずですから、何らかの遠く見る手段があったのか、それともものすごく目のいい人を連れてきたのかはちょっとわからないですけど、おそらくここが糸数城跡、残ってるところで一番高い景色なんじゃないかなと。まあ、ここに、まあ、2階建て3階建てぐらいの建物を建てれば、矢倉みたいに建てればかなり広い範囲を見ることができたはずなんで、試しに一周ゆっくり回りましょう。この辺はなんかお祈りを捧げた場所じゃないですか、ね、はい、このなんか糸数城跡のまあ広場のまあ一角なんですけど、ここやっぱ14世紀前半頃は結構あの見張り台として使われてた場所みたいですね。まあ、実は向こうの方になんかあの城跡のなんか石垣あるんです。まあ、ここにも簡単な石垣はあって、こうやってあのいろんな景色を見ることができます。で、あのなんか戦争中この辺にあのいろいろとあのまあ拠点を築いたりとかして、あの戦闘に備えたりもしてたらしいですね。